1061話からミルコ大兵器とベガパンクとメオーレイリー。1061話にてベガパンクは巨大なサメメカシャークに命令を出していました。このメカシャークは命令をプログラムされているものの、生物の欲は制御できないと言っていることから元が生物だったと言えます。可能性は2つあります。一つはサメを巨大化してメカシャーク化した。もう一つの可能性はもともと巨大なサメ海王類を細胞化しプログラムを与えた。どちらにせよやっていることは大型海王類クラスの生物を自由に動かすことです。これは古代兵器ポセイドンと全く同じであり、ベガパンクほどの知識があってポセイドンの影響を受けていないとは考えにくいです。そうだった場合、天才科学者ベガパンクはポセイドン以外を意識したものも作っているのではないでしょうか。海軍のカームベルトを渡れる軍艦を作ったのもベガパンクです。彼は船にも精通しているのです。